はい、今回のスタート地点はですね、あれに黒の瀬戸大橋が見えるですね、住所とかそういうのはね、あれにしときますね、テロップでしますけど、そっからですがよ、今日はですね、2003年4月の3日、時刻はね、2時51分、いい天気ですよ。まあ鹿児島春景色っていう、まあ一つのシリーズで来たんですけど、見た感じはもうこの辺は初夏っていう感じしますね。桜がこう咲いてれば あれかもしれないけど、なんかね、もう新緑の時期を迎えたっていう感じがしますね。ほら、ちょっと逆光の中いいでしょう。ただ映り込みがね、ちょっとね、これどうしようもないな。まあこれはしょうがないということでしますけど、ちょっと鼻声でしょう。そうですよ。でもね、だんだんね、いい感じになってきた。これどうなんだろう、いやいや、さっきのあれです、映り込み、ちょっと画面が白くなるじゃないですか。これは埃があるんだろうか。ちょっとね、あれを、なんけ、ウォッシャー液をちょっとかけてみますからね。ちょっと色気はないけど、もうしばらくしてから行こうか。ここはほら、いい眺めですからね。ここですね、黒の瀬戸海峡、ここちょっと右行ってぐるっと回りますから。いや、止まりません。止まりませんよ。はあ、こういうところあるんですね。いや、今日はですね、下調べでもあるんですよ。下調べ。これから、まあもう来年も含めてですね。ああ、ここに来れば、ここはいいわ。下、あそこに車を止めて、するとほら、この右の方。ちょうど満潮から干潮とか、干潮から満潮とかですね、その辺りでね、あれかも、全然違うかも。雄大な景色っていうのもあれできるかもしれませんよ。ここね、さっきこの横を通ってきました。この桜があるでしょう、ここですね。で、ここを、もうちょっとか、もうちょっとしてからですね、長島に行く道がありますから。カメラをまっすぐしますね。ここからですね、こう交差点がありますよ。左行きます。はい、右、いや左行きます。右確認って言いましたね。ちょうどね、鹿児島市はですね、鹿児島市ですよ、今日ぐらいが桜の開、満開だと思います。でもこっちはちょっともう少し早いですね。はい、黒の瀬戸大橋、何回撮ってもいいですよね、ここね。そして右の方にまだ見えてますね、桜がこう咲いてる公園がありますけどね。あそこまで行けるんですよ。行っていますね。
次のね、次の交差点を右折するんですよ。いや、なんか定休日がどのこうのっていうのがありましたけど、ここ定休日なんだろうか。いや、ここは定休日でも構いませんけど、上の方にね、公園ってほら下の方に矢印がありますでしょ、こっちです。鹿児島ロマン街道って書いてありますけどね。一回ね、歩き取りに来たことあったんですけどもね、その時はね、ビデオスライダーの機械の方があんまりね、精度が良くなくてですね、ちゃんちゃんだったんですけどね。ちょっと待ってくださいよ。ここをですね、一筆書きで行きます。どうか下の方にね、一旦は降りてですね、そこから U ターンしてくるんですよ。もうカメラ動かしませんよ。カメラ動かしませんからね。あ、藤が咲いてる。藤の花が咲いてるっていうことは藤の花を写せないかんですね。誰もいないですね。いや、誰もって車がほら、ここでですね、U ターンをしますよ。ほんで、あ、藤の花ももう、散り始めてるっていう感じですね。ちょっと止まりはしないけど、こう少しゆっくりぐるぐるぐるって言います。なんか大きな鉢が、大きなっていうか普通の鉢が止まって、藤の花がこう揺れてるのが分かりましたね。ここはね、やっぱりね、潮が渦、動く時がいいみたいですね。満潮干潮をよく見てきた方がいいかもしれない。で、ぐーっと行くでしょう。そしてですね、ここ左行きますよ。いや、来てよかった、来てよかった。ほんで、こっからですね、ここをですね、ぐるーっと右に曲がります。左カーブっていうか、時計と逆方向ですね。ここもですね、ぐるぐるぐる、ぐるぐるぐるですよ。こういうところをね、歩き取りするときはですね、あれですよ、景色があんまり雄大すぎてですね、うまく表現できないっていうのがありますからね。はい、ここでですね、ゆっくり止まらないっていうのがちょっといいとこでしょう。ゆっくりですね。そうすると、このどこやったっけ、さっき出てきたところは正面のあそこですよ、港。はい、混んでおりますよ。もったいないでしょう。ここ来てくださいね。駐車場もあるしね。ここはだから駐車場があるところはこうおすすめできますけどもね、駐車場がないところがですね、This is バッタイというところなんですけど。はい、ここにほら離合場所もあるしですね。ここは、この動画の出発点はどこだったっけ。ちょっとあれだったけども、いや、もう今日はもうずっとね、朝からずっと走り回ってますからね。ぐりーっと回りますよ。今日は長島の方は回りません。島自体はですね、ここだけ
ここだけはですね、どうしてもね、素通りできませんからね。はい、信号が赤ですからね、パンを食べますよ。信号パン、卵パン。恵比寿一度がんだ。はい、左行きます。やっぱほら、桜の花があると、花が咲いてると色に、あれ、山の新緑のあれもいいんだけど、やっぱそれが引き立つっていうのもありますね。まあ花自体もいいんですけども、遠から見るとなんかモワンとしたような感じがいいです。はい、ということですね。この動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。